最近不審者が増えてると。あ、まあね、不審者が増えてきてるんですよ。そういう時期ですよ。まあちょっとね、あったかくなって、まあなうん、夏近づくとですね、やっぱ女性に対しての不審者が増えちゃうわけですよ。でうちの嫁もですね、深夜にコンビニに行ったと。はい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 。コンビニに行ったら、まあ、気をつけなきゃね。え、そうコンビニ行ったらやっぱね、その飲んでるおっちゃんとかがいっぱいいるわけですよ。やっぱコンビニに行ったらいろんな人が利用するじゃないですか。もちろんもちろん。なんかいきなりそのおっさんがね、カゴを突きつけてきたと。ボン。で、ほら入れろよっつって、このカゴに入れろよ無職がっつって、いきなり煽られたと。そのおっちゃんに、はいはいはい、恐ろしいぞと。だから、はいはいはい、みんな想像してみて、想像してみて、いきなりコンビニでカゴぶつけられて、オラ入れろよ無職がって言って煽られたら、もう度肝抜くよ。ビビるでしょう、ね、ビビるビビるビビる、ね、うん、それ誰だって言いたいですか。それ誰だって言いたい。いやいや、わかんない。それはわかんない。そういう怖い話が。もしかしたらだけど、僕確かに、はい、その、奥さんと、肉子と、はい、コンビニ行きましたよ。はい、まさか僕じゃない。そんなことしてないもん。そんなことしてないもん。僕は、え？それ僕だとしたら、はい、もう、その、盛るとか、話を盛るとかじゃなくて、捏造よ。捏造？捏造よ。捏造？いや、僕、嫁からそう聞いたんですけど、ね。捏造だわ。え、じゃあ、大丈夫、虚言癖あります。いやいや、本当は本当は本当は、はい、そのシーンは、そのシーン。そのシーンは、うち、ん、に、あ、じゃあいい、僕が買いますから。カゴをこうやってやって。カゴやって、入れてください。だけよ。え、無職は？無職も言ったよ。言ってるじゃん。いやいや、その無職。カゴをぶつけてこう。待て待て待て、大事な話の流れが抜けてる。無職がつって。大事な話の流れが抜けてる。これは、恐ろしい話ですよ。待て待て。じゃあ最初から言うね。あ、最初からお願いします。まず、はい、夜ね。うん、ミルク氏と、うん、コンビニ、あ、僕コンビニ行きますけど、なんかいますみたいな、はいはい、あ、じゃあ私も行くみたいな。あ、なるほど、近所のコンビニ、そんな感じ、まあ、それぐらいずつ行きますわな、はい、行きます行きます。で行く時に、うん、いざ玄関を、はい、出た時に、うん、あ、私財布いるみたいなこと言いだした、はいはいはい、財布いる、我無職ぞ。ボンさんもう無職じゃないじゃん。ミルク氏が、え、ミルク氏が、あ、ボンさんじゃなくて、自分のことを、私、はい、財布いる？我無職ぞ。そんなこと言うかな？我無職ぞって言われたんですよ。うちの嫁言うかな、そんなこと。言うんですよ。いやー、それ信じられないけどね。我無職ぞ。どっちが捏造してるかよね。向こうよ、向こうよ。無職の方よ。え、そう？はいはい。まあ、無職ぞとか言って。財布いる？つって。うん、じゃあ、いいっすよと。うん。無職、我無職ぞなんて言われたら。はいはい。そんな人だよ。怒りますわと。そうそう。それで行って、はい、コンビニで、うん、無職でしょ、入れていいよって言ったわけです。あ、自分で言い出したからね、我無職で。我無職、我無職、自分で言い出したから、我無職、まあまあまあ、そういう気分の時もありますよ、それ女性だったら。いや、ないでしょ。初めて言われたよ、我無職と。いやいや、やっぱ女心と秋の空は変わりやすい。女心関係ないよ、こんなもん。女心、ひとかけらもないわ、女心、我無職と。え、うん、いやでも その嫁はうちのミルクは それですごい恐怖を感じたと。やっぱコンビニで、うん、まあ、実際ちょっとミルク氏も出してくれたんですよ。あ、そうなんですね。結局ね、ね、そうそう、え、結局出したの。700円出してました。700円で僕がスーパーカップ食べたら、それ俺のおごりやでっつって脅してくるんですか。いやいや、それはだって俺のおごり分です。あ、そうです、そうです。あ、ありがとうございます。はい、いや、まあそういうこともあって、いやでもね、そういうこともあるけど、いや僕ね、やっぱボンさんには優しくしないといけないと思うのよ。そう、本当そう思う。本当そう思う。ちょっと今の話の流れ、うん、俺悪いとこ一つもなくない。いやだから、なんで俺コンビニで、そういうとこもある、ボンさん。我無職ぞって言われたから、うん、出してあげて、うん、俺が責められんの。いや、いやだから、ね、で、ボンさんにはそういうとこもあるけど、でも。